こんにちは、浜中仁です。今回も古文の文法について一つですねご紹介します。今回はですね、推定の助動詞ですね、メリとなりとですね、このなりは断定のなりではありませんよ。終止形接続のなりですね。それで、ですね、メリなんですけれども、これは名にありと、まあ名ありとですね、が短くなって名あり、メリットということで、資格による推定ということです。それから、なりの方は、ですね、ねにあり、ねあり、で、なりということになります。ですね。だから、聴覚による推定と。ね。まあ、伝聞の意味もありますけども、ですね。そういうことになります。ですね。メリとなりですね。もともと、名にあり、ねにありと。いうことから、ですね。が元の意味なんだと。それを知っているとですね、視覚からの推定、聴覚からの推定と。いうですね、違いが分かると思うんですけどもね。はい。まあ、まあ、そんなにこう珍しいことではないんですけどもですね、これ知っていると知っていないでは大違いだと思いますので、ご紹介しました。今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。